こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本では原子力潜水艦を建造してもいいのではないのか？そんな意見が一昔前に浮上していた。だが、この原子力を使うことをためらう野党の猛攻で実現はされていない。しかし、時を超えて今、原子力よりも強力かつ高性能の潜水艦が誕生している。通常動力型潜水艦では世界でもトップだろう。だが、このリチウムイオン電池搭載潜水艦が登場したのも、2018年を流潜水艦の進水式で明らかとなった。その時、当然、世界は度肝を抜かれることとなった。一番動揺を隠せなかったのは、総合州だろう。また、中国や韓国も、同様に驚いたはずだ。ハイブリッド方式の潜水艦が誕生した瞬間だ。この時、豪州がなぜ後悔したのか？そう、流型潜水艦の入札国に、日本の潜水艦が最後まで候補に上がっていた。だが、最後の最後違った方向へと向かった豪州だった。では、その時何が起きていたのか話していこう。この選考過程において、一時期は日本の優位が伝えられていたこともあり、そう、流型潜水艦をベースとした日本としても初となる潜水艦の海外輸出の可能性には賛否両論の声がささやかれていた。しかし2016年の決定以降もフランス湾のベースであるシェフラン級原子力潜水艦そのものの建造が予定よりも遅れ、かつ、日本が、その間に、欧竜を配備したことから、逆転受注の、可能性も噂に上った。個人的には、今更、フランス湾を保護にして、日本への発注のやり直しを、オーストラリア政府が決断する可能性は、甚だ低いと感じるが、何事にも、絶対ということはないため、ゼロとまでは断言できない。それでも、このタイミングで、もし、仮に日本案に戻りたいというのであれば、2016年時点で、一旦選考から外した日本案に対して、その当時以上に選択すべき強固な理由がなければならないだろう。一説には、2016年の日本提案は、当時のディーゼル機関と、鉛蓄電池とモーター、スターリング機関を搭載する艦だったが、最新型でリチウムイオン蓄電池となったことに、その可能性を、見る向きもあるようだ。しかし、日本が、最新式のリチウムイオン電池搭載型をオーストラリアへの、輸出で提供することは、現時点では考えづらく、日本の潜水艦の優位性を信じたい層からの希望的観測とも、言えるものだろう。そもそも、オーストラリア海軍では、現行のコリンズ級潜水艦でも、その大半を、アメリカの兵器システムの上で運用しており、その意味から、同様である日本の潜水艦をアメリカも推していたと言われる。
それでもフランス湾に決定したということは、日本の潜水艦では実現し得ない要素、潜水艦の機能そものもだけでなく、政治的な側面からの判断も大きく影響していると見る方が妥当だろう。このアタック級潜水艦計画が浮上してきた際に、政権の座にあった。オーストラリアのアボット首相は、潜水艦自体の兵器としての性能面に重点を置いていたとも伝えられているが、2015年9月に退陣に追い込まれた。代わって、政権の座についたターンブル首相は、そうした兵器としての潜水艦の機能面よりも経済的に悪化しているオーストラリア国内の雇用面への同計画の起用大きくせざるを得ない状況とみられる。つまり現地オーストラリアにおける完全な潜水艦建造の完結に前向きなフランスやドイツの提案の方向へ、日本の安否下げよりもより大きな比重を置く選択となったものと見られているのだ。この点、オーストラリア国内での完全な建造に対して、これまで武器輸出の実績もなく、さらにそれゆえに 100% の技術移転にも日本側が慎重な態度であったことは、想像に難くない。この当たり武器輸出国として、様々な経験を積み重ねてきているフランスやドイツは、産油国が要望する技術移転についても落としどころを踏まえたある意味狡猾な立ち回りにも長けていると思われる。加えてドイツも含め日本の潜水艦提案よりもフランス提案をオーストラリアが選択したポイントは、多用途に運用可能な潜水艦であるという点が大きかったのではないかと想像できる。これは日本やドイツの案は通常動力型の攻撃型潜水艦というパッケージだが、フランス案であれば上陸用の特殊部隊員を輸送可能であり、さらに対地攻撃用の兵装をも装備可能という多用途性を持つからだ。こうした一隻の潜水艦に多用途性を訴求する思考は、多数の潜水艦を海軍の規模的にも維持することが厳しい国において見られる特徴ともいえ、例えばインドなどでも見られている傾向だ。個人的には、兵器としての一隻の潜水艦に、あれも、これもと詰め込むのは、結果としては、どれも全てが中途半端であり、運用目的の明確化につながらないのではと危惧するのだが、どうだろうか。ここまで考えると、オーストラリアが志向する多用途潜水艦としては、韓国が建造を進めているとサムアンチャンホ級潜水艦が規模や、兵装としては最も近い存在なのではないかとすら思えてしまう。とサムアンチャンホ級潜水艦は、これまでドイツの潜水艦を自国内で、建造してきた韓国が、その技術移転とノウハウを使用して建造している。艦であり、攻撃型にもかかわらず、VLS を搭載する重武装で知られる。
ただし、軍事的には、この土佐ヌアンチャン補給潜水艦の有用性には多くの。疑問の声が聞かれてており、オールインワン的な潜水艦が果たして実用に答えるものかどうか、今後の収益状況が注目されるだろう。韓国は今まさにインドネシアとの航空機や潜水艦の輸出をほっこにされそうな状態でもあり、オーストラリアが望めば、土佐ヌアンチャン補給潜水艦をベースにした安価な潜水艦を提案しかねないとも思える。